プレゼント企画やってます。どうもドズルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュオブクランやっていきたいと思います。さあということでね、敵が出たので攻めたいと思います。敵出るのに、まあ、最近1時間に1回ぐらいしか出なくて、ちょっととりあえず攻めたいと思います。残り2分30秒、時間がないぞ。とりあえず削っていき、今回星2つ確実に取りに行きたいけど、星2つも結構難しい味だな。とりあえず削って 50% は確実に行くようにしながら、さあ着衣出してグランドオーデン出して、ディガン流し込みたいと思います。最近さ、もう本当に敵がマジで森なしで1時間に1回出るか出ないかとかで、今もねずっと検索してたんですが、やっと出たって感じで、撮影もずっとしながら撮影できないからなかなかね。さあ OK、 真ん中ちゃんと入っていって、今回あれですな、中心部のちょっとディガーが少ない感じなので、中心部ディガー寄ってきてくれないかな。さあここ中心部のディガーはちゃんと丁寧に生かしながら、さあババキングランドオーデンもきっちりかけていく。さあラストヒール、今回の一番寒いパターンはタウンホールが落とせないパターンだったんで、とりあえずタウンホール落とすまでは呪文バッチリ使ってって、ワンチャンこれ全開いけるかな。いけそうですね。アチャクイのクロークまだ残ってるし、ペッカが残ってるのが強すぎる。さあここペッカちゃんと延命しつつ、アチャクイもまだ延命 OK かな、いったかな。さあいけたでしょう。あとディガーかなり残ってるんで、まあ、クロークも使いましょうかね。クローク使っての全開やりました。まあ今日これがラストの攻めの可能性はかなり多い。今もうなんならね、私不意打ちすぎて、実況するのちょっとわたわたしちゃったわ。毎回こんな感じのスタートになりますが、よろしくお願いいたします。もうクラクラどうしようかな本当。マジでもうずっと最近お風呂入ってる間も歯磨いてる間も、まあ、常にね、敵は検索しているんですが、あ今日そうだ、敵が一回出て、まあ、そっから動画を撮影しようと決めてたんですけれども、そっからやることないんで、エリクサーとダークエリクサーパンパンに貯めてきました。これもったいなって感じなんだけど、ね、とりあえず援軍もらいつつ、アチャクイを上げていこうかな。アチャクイのレベルが、まだレベル今52で、1段階上がるので、とりあえずアチャクイ上げつつ、もうこれエメポチします。ここまでトロフィー上がってるんでね。で、グランドオーデンも同じく、レベルを上げて、ここもエメポチしていきます。あとね、あと17時間で、こちらのね、ラボも上がるんで、このラボの終了時間に合わせてまたエリクサーも上げていきたいんですけれども、あとゴールドか、ゴールドどうしようかな、壁で使うか。大工さん次開くのが5日後とかなんですよね。これ5日後まで、ずっと工事してたら、ちょっとね、資源がひたすら溜まりまくるので、この大工さんは、あれ？あ、びっくりした。今、キノコ作業中の大工さんは、壁塗り用にしていきたいと思います。さあ壁塗って、まあ、壁結構威圧になるしね、威圧になるし、割とこの壁がね守ってくれたりもするので、とりあえず壁塗り塗りかな。このマグマ壁というか、何壁っていうんだろう、この前も動画で質問したけど教えてくれたんだけどな、コメントで。これが確か火壁で、これがマグマわかんないけど、マグマ壁まで上げてて、もう2段階上がるのか、もう2段階上がるわ。壁どんだけ高いんやって感じなんだけど、まあ、壁をね、コツコツ上げていきたいと思います。ちなみに、今、クランゲーム来てるじゃないですか。クランゲーム来てて、見てください。ちょっと前までっていうか、昨日まで私が1位だったんだけど、あ、モッチさんがすげえ4000ポイントも稼いでくれてる。敵がね、マジで出なさすぎて、クランゲームマジカオスっていう感じなんですけれども、じゃあもう一戦ちょっと、雑談しながら雲ゲーをお楽しみください。すぐ出てくればいいな。連戦で出るときマジでシャンつってすぐ出たりもするんですけど、まあ、出ないときはマジで1時間ぐらい出ないと。まあ、なかなか厳しいゲームです。まあ、クランゲームが始まったら、さらに敵が出なくなりました。クランゲーム始まる前も、もちろん出なかったんですけど、クランゲーム始まってからね、もう敵の出なさが、より一層、こう、磨きがかかった感じで、頑張っていきたいと思うんですけれども、最近ね、あったこととしては、ちょっと珍しく、この前、夜、深夜の、
20ぐらいから渋谷に遊びに行ったんですよ。渋谷ってその若者の街で、もう私とか東京出てきて1年半ぐらい経ってるんですけど、あんま遊ばないんですよね私。常に家にいてゲームしてるか、まあ、漫画読んでるかとか、まあ、そういう、インドアなねインドア趣味族なのでなかなか遊びに出かけないんですけど、渋谷の夜に遊び行ったんですけど、渋谷ってやっぱ夜すごいたくさん人がいて、ちょうどね週末だったんですけれども、めちゃめちゃやっぱ人がいるんですよね渋谷って。で特にやっぱ若者が多くて、もうみんなねパリピをパリピ、もうパリピを全国の日本のねパリピ代表をここに集めましたみたいな感じのパリピートーナメントみたいなやってて、まあトーナメントやってるわけじゃないけど、もうそれぐらいの本当もうパリピ力が高いのよみんな。もう本当にウェイっていう感じで、みんな気持ちよく飲みまくってるんですけど、中にはねいろんなスポットがあって、おしゃれカフェとかも開いてるんですよね。私が住んでる地域はあんまりね夜カフェとかは開いてなくて、まあバーとかはもちろん開いてるんだけど、普通にコーヒーが飲める、ね、カフェがね明け方まで開いてたりとか、あと、まあ、ドン・キホーテとかももちろん24時間かな、深夜まで開いてるし、他にもねいろいろツタヤとかもね結構2時ぐらいまで開いてるんですよ。で深夜からでも私とかやっぱ一息つけるのが大体12時超えてからなんですよね。私のやっぱ YouTube って動画を一日中作ったりとか、まあ、編集ちょいちょいってしたりとか、サムネイル作ったりとか、まあ、あと、夜生放送したりとかで、なかなかやっぱりこう普段みんながねふーって一息つけるタイミングでふーって一息つけないんで、まあ、そういった意味でもね深夜活動は割といいなと思って夜遊びを覚える28歳というところでね、まあ、夜遊びって言っても普通に深夜の渋谷をねうろちょろして、あ楽しいなっていう感じだったんですけれども、まあ、ドン・キホーテに行ってなんかね渋谷のドン・キホーテって1階、私の知ってるドンキって、まあ、1階2階ぐらいが、まあ、せいぜいじゃないですか。渋谷のドン・キホーテなんと6階ぐらいまであるのかな。めちゃめちゃねメガドンキって言ってドン・キホーテのビルみたいになってるんですよすごいでしょ。で1階2階3階4階5階6階ぐらいまで確かあって、とりあえずやっぱせっかく深夜にドンキが来たんで何かしら欲しいものを見つけようと思って、もう下からねくまなくこう捜索していくんだけど、なかなかやっぱね私昔から物欲がなくて、上から下まで見てけど、なんか自分が欲しいものってなかなかなかったんですよね。てか、まあ、なんならいつも欲しいものってネットで買ってるんで、欲しい時にすぐネットでポチる癖があるんで、まあ、そういった意味でもなんかこうドンキを、ね、上から下まで見てみてもなかなかこうこれっていうのがなくて、まあ、でもなんか買わないとねもったいないというか、せっかくね深夜のドンキをこう捜索したのに一つもなんか戦利品ありませんでしたっていうのも、それもそれでなんか尺だなと思って、何か買おうと思って、抱き枕を買いました28歳男性、人生で初めて抱き枕を買う、まあ、抱き枕とかぬいぐるみとか正直ぶっちゃけあんまり好きじゃないというか、まあ、あんまり需要を感じたこと、欲しいと思ったことはないんですけど、ちょうどね売ってた抱き枕が、まあ、抱き枕として優秀っていうよりはもう肌触りがめちゃめちゃいい、低反発のさちょっと肌触りがいいやつあるじゃないですか。あれがもう超巨大になってて、しかも安かったんですよね。1900円ぐらいで、私の身長よりちょっと小さいぐらいかな、多分140センチぐらいあるんじゃないかな、すごい巨大なね、140センチは持ったな、100センチぐらい、100センチぐらいの、ね、巨大なこう抱き枕があって、それをちょっと買いました。犬みたいな、ちょっとなんか、変な顔のね、犬の抱き枕なので、まあ、まあまたちょっと、どっかツイッターにでもあげたいと思います。っていう感じのね、週末を送って、まあでも深夜にこう、活動すると次の日やっぱり疲れて寝ちゃって、まあ、次の日の午前中とか潰れちゃうんで、まあまあほどほどに、していきたいと思いますという雑談をしながら、敵が出ないとこれね、まあ、ぶっちゃけもう私出ないって分かってるんですよね。次で多分敵が出るのはまた1時間後とか、まあ、1時間以内に出ればいいかなっていう感じで、まあ、今後ね、クラクラの動画はどうしようかなこのスタンスというか、もう今後ずっとこれになっちゃったら、まあ、ちょっとやべえなというところではございますが、この前もね、募集したんですよ。これどうしようかなみたいな、クラクラの動画、クモと、雑談動画、クモ雑談動画プラスの、どうやったらみんな飽きないかなみたいな話をしたんですけど、まあまあ、クモと雑談も楽しみにしてくれてるよっていう方もいるんですけど、もちろんね、その方もありがたいんですけど、まあ、ただ多分この動画上げ続けても、さすがにでしょ。さすがに、1日1回攻めて、あ、まあでもこれはこれでいいのかな。1日1回攻めて、まあ、攻めを見たい人はそこで切ればいいし、雑談を聞きたいっていう人は、まあ、その後も聞けばいいので、まあ、ワンチャン狙ってね、毎回雲ゲーをしていくっていうのも一つ手ではあるかもしれません。ちょっと一回戻りますね。
戻りつつ今5400でしょ、まあ、人生で初めての5400に来ていて、今50人埋まってないんで、ぜひね、レジェンド到達してて、まあ、50人埋まったら50番目の人がキックされるっていうルールなんですけれども、ぜひ一緒にトラ上げしたい方とかね、まあ、みんなイン率マジで高いんですよね。深夜にもかかわらず早朝にもかかわらず平日の昼間でも朝でも本当に20人とか常にインしているようなクランなんで、ぜひ遊びに来てください。これどこまでいけるかな。やっぱ上位のクランたちも同じペースでトラ上げしてて、今日本で3番目で4番目とはかなりね差がついたんですけど、あと1で2位になれる、やば、見えてきた。ちょ待って待って、次なんか次当たるまでやりたくなってきた私が上がったら1上がるのかな。そもそもちょっと次の敵を見つけたくなった自分がいますね、ぶっちゃけ。さあといったところで、まあ雑談何雑談しようかな。もうちょっとさっきのドンキの話しか用意してなかったわまあ最近ね、ちょっと次やるゲームをいろいろ悩んでて、デッドバイデイライトっていうゲーム知ってますかね。本田翼さんがタレントのね、本田翼さんがYouTube でね14万人集めたで、すごいやっぱ面白いゲームって聞くんで、ちょっとやってみようかな。ちょっとブーム来てますよね今、デッドバイデイライトもう3年目のゲームらしくて、もう3年前からあるゲームらしいんですけど、ちょっとねやってみました。でどういうゲームかっていうと、鬼ごっこなんですよね、あれ。1対4の鬼ごっこかな、逃げる方が4人で鬼が1人の、鬼ごっこシステム で鬼の方は、その要は逃げる方たちを捕まえてフックに吊るして殺すっていう、まあ、ちょっと残虐なゲームではあるんですけれども、まあ、それホラー要素っていうか追いかけられる、怖さっていうのもありつつ、まあ、本当のリアル鬼ごっこみたいな感じでね、そういうゲームなんですけれども、まあ、逃げる方は、発電機っていうのを直してその電気をね、起こせるようにして脱出ハッチみたいなところから、まあ、逃げるっていうのが最終目標なんですけど、どっちもプレイヤーでオンラインゲームで、すごい面白いですね。やっぱ初心者でもなかなか楽しめるようにできてて、まあ、ただ、いろいろね、スキルがあるんですよね。その、逃げる側も追いかける側もスキルがあって、そのスキルが、しっかり取っていってレベル上げていかないと、話にならない、お話にならないというか、むしろ味方のね、足を引っ張っちゃうみたいなことになっちゃうので、まあ、ちょっと練習も必要だなと思いつつも、まあ、おー、来た！マジか！やった！しかもプラス19、最高、ありがとう。さあ、ここは全開狙っていきたいですね。もうたまにしか出ない、タウンホールじゃないわ、たまにしか出ない敵なんで、ここは全開狙っていきたい。まあでもタウンホール側からはもう鉄板かな。で、シングルインフェルノなんで、あんまりあいつ特攻させたくないですね。さあ、ここはもうガーゴイルでパーセンテージ削れるところは削って、ここいけるかな。よしよしよし、OK。さあ、そしてもうディガーを結構先行させる形で飛び込ませましょうかね。参ります。いやー、これなー、でもあれなんですよね、この位置取りだと多分ウォールブレーカー、ウォールブレーカーじゃないわ、バスター、ウォールバスターがここまで中入らないんで、ちょっと中央厚めにディガーを出していきます。中央厚めにディガー出してってヒールも早めにかけていく。さあ、レイジかけーの、あ、やばいかこれ、ちょっと待って、失敗したかも。さあ、ここは金やってレイジもかけてフィールもかけて、もう全部がけ、ポイズンもかけていく。さあ、ババキンがターゲット取られてシングルインフェルノ一瞬、やべ、これいくかな。とりあえずあれはいきそうですね、星2つはいけるかな。いや、際どい際どい、まさかの際どい説が出てきた。 OKOKOK、 星2つは多分いった。で、こっからヒール、いやー強いなー今回の村。イーグル砲が早めにやっつけれなかったんでダメージ、あ、でも割といけるか。ちょっと待って、これ巨幕の位置とかによっては割といけそう。潜れ、 OK。 いやー、着衣に、着衣には痛い。ちょ、イーグル砲がまだ生きてるのが辛すぎる。いやー、これイーグル砲もうちょっと早く処理できてれば前回も狙えたんですが、いやー厳しいかな。あ、着衣のクロークのタイミングだけ見計らおう。さあ、ディガー先行しろ、ディガー。ディガーが先行して、無限にアーチャークイーンが働くような感じを、いやー、きつい。爆弾がきつい。クロークマジで集中しよう。いやー、厳しいかな、でも。おっと、危ね。ここはクローク使って、いやー、いけそうなんだけど、いけないか、これ。ちょ、待って、待って。アーチャークイーンが削るでしょ。いやー、壁殴るな、お前、バカ。
これはバーロー。これはバーローですね。あ、でもいけそういけそういけそう。頼む頼む頼む。これ全開できるかできないかで、マジで村1個分ぐらい違うから。いったでしょ、これ。よし、完璧。タウンホール12に2連続全開、マジで来てる。いやー、これはドズル選手、マジで最強ですね。自分がクラクラうまいって思っちゃう。嘘です。そんなうまくないです。さあ、プラス19で、よし、オッケーオッケーオッケー、超嬉しい。さあ、さらにこれ、ランク入れ替わったんじゃない？クランランキング、ジャパン、あー、入れ替わ、え？謎のクラン入ってきたんだけど。じゃあね、ニャルーム追い越したんだ、ニャルームさん追い越したんだけど、謎のブラジルエンジェルズ、ブラジルアベンジャーズか、ブラジルアベンジャーズっていう謎のブラジルクランが上に来ましたね。これ国籍変えるだけなんですよね。クランの、このジャパンの国籍変えるだけなんで、いやー、これちょっとブラジル勢にやられました。阻止しました。阻止されました。ブロックされました。さあ、といったところで、私のね、クラン内の順位も、徐々に上がりつつ、まあ、頑張っておりますが、今日はかなり稼げたんじゃないですか？ほら見て、ずっと検索してたんですよ。下。1個前から1時間ぐらい空いてますからね、50分ぐらい。といったところで、本日は、プラス7、プラス19、見て3連続全開。1個前は、1個前すごい28プラスっていう感じで、ちょこちょこね、トロ上げも頑張っておりますが、本日はじゃあこんな感じで終わりにしましょうかね。また、トロ上げ引き続きやっていき、まあ、どこまでいけるかっていうのはね、頑張り次第だと思うので、私も頑張ります。で、これ見てる、レジェンドの方はね、ちょっと遊び来るだけでも、ぜひぜひ遊びに来ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、もう最後なんブラジルアベンジャーズに、アベンジャーズたちにやられたわ、ほんと。まさかの斜め上からの死角だったな。まあ、といったところでね、また楽しくトラゲもやっていきますので、次の動画もお楽しみにということで、本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。